はい、皆さんこんにちは、ベアライダーです。今日は自分の R1250R ロードスターの3万キロの点検で、ちょっとモトラットさんに伺ってるんですけど、ちょっと点検中に試乗どうですかとお声かけいただいたんで、せっかくなんで、R1250RT、今日は試乗させていただきます。でこれがですね、2023年度モデルの R1250RT ということで、基本はフレームとかエンジン自体は今自分が乗ってる R1250R とそんな変わらないんですけど、やっぱりこの巨大な、フロントの、カウルで防風効果が高いというのと、ホイールベースは実は結構短いらしいので、結構小回りというか旋回性という話で言ったら、実は R1250R と結構似てるっていう話でした。早速乗ってみたいと思います。でこれはあのスタンダードモデルということで、シート高は815ミリぐらいらしいですね。ちょっと後で調べときます。ああやっぱり815ミリと言いながらもシートの幅が広いから足つきは自分が乗ってる R1250R より悪いですね。やっぱり股を広げて乗るから、そうですね、母子球までは全然ついてますけど、土踏まずの前のあたりまでが足ついてて、かかとはつかないですね。あの自分は身長175センチの股下79ぐらいだと思うんですけど、両足かかとはつかないですね。これうわ、これまだ新車だ。33キロしか乗ってない新車ですね、これ。お、あ、そうなのか。これシリンダーの前にこの樹脂のカバーがあるから、なんかステップの前になんかこう足の可動域が少ないな。なんかこう当たりますね、なんか。ハンドル周りは R1250R、 自分が乗ってる2021年モデルの R1250R とそんな変わらないですけど、このスクリーン上下と、あとはこれあれかな、アクティブクルーズコントロールのボタンですかね、前の車に追従するアクティブクルーズコントロールのボタン、そして、右側のところには K1600 と同じように全部のパニアケースとか、そういった荷物入れのところの一括ロック解除のボタンがついてるっていう感じですかね。タンクはやっぱり横幅広いから25リッターぐらいあるのかな。あ、ここはやっぱりまだヘラディンの電源なんだな。 USB じゃないんですね。で、R1250R とか RS も2023年モデルからはシートヒーターついてると思いますけど、この RT もシートヒーターがついてるっていう感じですかね。モードはロード、ダイナミック、エコ、レイン。自分が乗ってる R1250R はこのエコっていうモードないんですけど、エコっていうモードが追加になってますね。で、ただこれはあれかな。R1250RT じゃなくて、23年モデルは R1250R とか、RS もエコモードついてると思いますから、まあそこら辺は共通なスペックっていう感じですかね。なんかこれあれですね、ここの小物入れって場所的にちょうどハンドルの真下にあるから、ちょっと気軽に物入れて物出してってちょっと難しいかもしれないですね。まあ何か緊急時のためのものとか、雨が降った時のものだけを入れとくんだったらそんなに利用頻度高くないからいいかもしれないけど、ちょっと普段パッと出してパッと入れてっていうのにはちょっと場所的に辛いですね。自分が乗ってるあの SNXR とか、あとは多分 GS もそうだと思うんですけど、この部分にこういう小物入れがあって、それはすごい使いやすいんだけど、ちょっとこの位置はね
特にライダー目線から見るともうハンドルの下になっちゃってて、ちょっと開け閉めしづらい気はしますね。うん、やっぱりあれですね、まあエンジン同じなんで当たり前って言ったら当たり前ですけど、フィーリングはなんか自分が普段乗ってる R1250R とあんまり変わんない感じですかね。でエンジンの排気音がちょっとのぶといな、ちょっとすごく重低音でボーっていう音がしますね。以前乗った R1250GS も試乗させていただいたんですけども、以前 R1250GS は結構排気音がエンジン同じなんだけど排気音が結構キュルキュルした感じの、甲高い音なんですけど、この RT はすごくのぶといですね、音が。うん、自分としてはこっちの方が好みかな。でただ K1600 はすごくこうキュルキュルしたモーターのようなエンジン音がするんで、まあ好みということで言ったら K1600 の方のエンジン音の方が好みですけど、まあこの RT のエンジン音も、まあ普段自分が慣れてる R1250R の排気音と結構似てる感じですかね。いやこれミラーがね、そうね、実は K1600 のレビューした時にも K1600 のちょっとミラーが、ミラーがこう先細りしてて見づらいっていうのをちょっと言ってですね、ミラーは R1250RT のこの角張ったやつの方がいいかなと思ったんですけど RT もそこまでミラーの視認性よくいいっていうほどでもないな。 K1600 のミラーと違って縦はあるんだけどちょっと横が少し短いですね。ちょっと横に見える範囲が狭いな。うん、それで、乗車姿勢は背中の回り具合っていう観点でいうと R1250R よりも、結構背筋が起きてる感じ、背中が起きてる感じですかね。足のステップの位置は R1250R とほぼ同じ感覚です。全然バックステップ気味ではなくて、まあ、垂直にそのまま落とした感じの、ステップ位置で、でやっぱりあれですかね、このハンドルがバーハンじゃなくて、一応曲がりなりにもこれセパハンなんだと思いますけど、セパハンなんだけど、結構高い位置にハンドルがあるから、姿勢がかなりゆったりっていう感じですかね。ただ K1600 ほど上体起きてる感じしないな。 K1600 の方がもっと GS に近い、もうちょっとこう起きてる感じだったと思うんですけど、RT はまあそこそこの軽い前傾があるかな。まあただそれでも R1250R よりも前傾は全然きつくない感じですね。うん、まあこれはやっぱり長距離乗っても上半身はすごい楽だっていう気はしますね。で、見た目はすごく K1600 と、似てて、もう横幅が広い大きなフロントのカウルがついてるっていう感じではあるんですけど、うん、やっぱり乗り始めてしまったらば、あ、やっぱり自分の R1250R との共通点っていうのをすごく強く感じますね。これは K1600GT に試乗した時には全くなかった感触ですね。やっぱり K1600 はちょっと別物のバイクに乗ったっていう感じが強くしたんですけど、R1250RT は、うん、やっぱり自分が乗ってる普段のバイクに結構近いかな。で、K1600 は、いわゆるこう止めてる状態、スタンドで、横に、スタンドをかけて横にこう斜めにしてる状態からこう起こすときにも、うん、やっぱりちょっと、うっていう感じの、よいしょまではいかないけれども、うっていう感じの、重さを感じる、そういう印象があったんですけど、R1250RT はそんな変わらないですね。変わらないというのは、自分が乗ってる R1250R とそこまで大きく変わらないです。 K1600GT の方がやっぱりすごくその違いを感じましたね。
やっぱりこれは文字通り R1250 の骨格エンジンに、前と後ろに大きな、カウルと後ろに、パニアがついてるっていう、それ以外はあまり変わらない気がしますね。なんかやっぱりクイックシフターは同じか。まあボクサーツインのクイックシフターはやっぱり変わんないですね。ああ。すごいやっぱりショックが大きい。今結構あの街中のストップアンドゴーを繰り返してるんですけど、全然なんか K1600 よりは全然なんかこう、うわ少しちょっと怖いなっていう感触はないですね。この R1250RT は車重が279キロだから、自分が乗ってる R1250R とかと比べると、35キロぐらい重いっていう状態ではあるんですけど、まあそこまで大きな違いは感じないですかね。見た目だけインパクトがあるだけで、そこまで車重的には重いっていうのを感じるところはないかと思います。やっぱりこれは K1600 乗った時とは違いますね。 K1600 はさすがに、あこれは重量級だっていうのを感じましたけど、で K1600GT が確か350キロぐらい重さがあるんですけど、この R1250RT は279キロ、まあ約280キロっていうことですから、やっぱり50キロ以上、50キロどころじゃないね、70キロぐらいか、やっぱり車重が違うんですよね。まあこれはフレームも違うんだろうけど、やっぱり一番の重さの違いはボクサーツインの、エンジンと6気筒の K1600 の6気筒エンジンの重さの違いで、やっぱりこれだけの車重の差が出てきちゃってるんでしょうね。で、その車重の違いもあってか、 R1250RT には K1600 にあったいわゆる R リバースバックのボタンがないです。つまり、スターターボタンを押して、電動で、少しバックをアシストしてくれるっていう機能は R1250RT にはないっていうとこですね。で、3週間ぐらい前に自分あの K1600GT 試乗させていただいたんですね。で一見なんかこう車格というか、このフロントのカウルの雰囲気的には K1600 と似てますけど、 R1250R のカウルはちょっとまたそれとは別物で、であれですね、さっきディーラーの方もおっしゃってたんですけど、風防の効果っていうことで言ったら、依然としてやっぱ K1600 よりR1250RT の方がいいっておっしゃってましたね。なんかやっぱり気持ち、視覚的にもこのスクリーンの幅とか K1600 より横幅広い気がしますね。で、K1600 と同じようにこのフロントスクリーンが電動で高くなるということで、今一番上までスクリーンを上げました。まあ風防の効果高いんだろうけど、ちょっと自分の身長座高だとちょうどなんかあれですね、一番こう目の焦点に当たるところがスクリーンの切れ目でちょっと気になりますね。 K1600 はもっと上まで上がったような気がするんだよな。あとやっぱりあれだ、このボクサーツインを積んでる車体だからかもしれないですけど、このフロントのスクリーンが止まってる時にすごい振動しますね。これも K1600 ではなかったですね。やっぱりそこは6気筒エンジンと2気筒エンジンの違いなんだと思いますけど、まあ、やっぱり振動は感じますね。これはもう自分の R1250R とやっぱり同じですね。そうだな、やっぱりこれのエッジが効いてる、あのスクリーンの上の方がこう、下にこうカーブがついてて、そのカーブがついてることによってちょうど自分の目線の目の前あたりにこのスクリーンと
グリーンの縁が来てしまって、なんかちょっと若干やっぱり目障りな気がしますね、 K1600 と違って。ちょっとこれはあれかな、慣れの問題なのかな、なんか少し気になるな、このスクリーンの高さは。ダンパーはロードのオート、うん、サスペンションの設定はあの通常の、オートのロードモードだと思うんですね。で、以前乗った K1600GT の時には明らかになんかこう、うん、すごいこう車でいう高級車に乗ってるようなふわふわした感じの、サスペンションで、ショックをものすごくこう、深く吸収するっていう感じで、道路のゴツゴツを感じないぐらい、結構サスペンションの吸収性が高いっていう気はしたんですけど、 R1250RT は、まあ、自分が乗ってる R1250R と、まあ、やっぱり似てる感じで、まあ、そこまで、なんか車の高級車に乗ってるっていうほどではなくて、まあ普通に路面のショックを吸収してるっていう感じですかね。まあ逆の言い方すると結構路面の、状態はそれなりにちゃんとライダーに伝わってくるっていう感じのサスかなと思います。 R1250RT は R1250R とか RS と違っていわゆるテレレバー、GS と同じテレレバーがついてます。サスストロークは、違うと思いますから、まあ、乗り心地は全く同じではないと思いますけれども、フロントが、テレレバーがついてるっていう感じなんで、うん、さっきあのサスの話しましたけれど、リアは確かに変わらんけど、なんかフロントはちょっとやっぱり、自分が乗ってる R1250R と比べると少し硬い印象がありますね。まあこれはあれだろうな、車重もあるので普通のロードモードでも若干サスが少し硬いセッティングになってるんだろうな。うん、それであれですね、まあこれね、ナビゲーション、まあこれは K1600 のレビューの時にも言いましたけど、やっぱりこの BMW モトラットコネクティッドアプリが日本はまだ未対応で、ナビゲーションが表示できないで、昔の BMW ナビゲーター6とかをつけるようなマウントできるスペースもないっていうところなんで、うん、まあナビつける場所がないっていうのは結構ネックですね。しかもハンドルとかがこうナビがつけられるようなバーハンじゃないから相当苦労しますよね、これナビをどこにどうつけるかって。横の 10.25 インチのモニターも幅広いんで、この真ん中あたりにつけちゃうとモニターを TFT ディスプレイ、 10.25 インチの TFT ディスプレイを視界をこう遮っちゃう感じもしますから、脇につける、うん、そうね、やっぱり K1600GT とあとは R1250RT共通の課題としてやっぱりナビゲーションどうするか問題はやっぱりありますね。うん、やっぱりあれですよね、その K1600 とかこの R1250RT のこの 10.25 インチの TFT ディスプレイ、まあ車並みの大きなディスプレイですごくいいんだけど、なんかやっぱり日本仕様だとなんかもったいない気がしますよね。ここに表示できるはずのナビゲーションとか表示できないし、で、まあ、使えないからこの右側の方の小さなウィンドウ、この右側の方の小さなウィンドウ使えないからもう閉じちゃうかと思って閉じると、はい、こんな感じのただ横伸びした、横に間伸びしたスクリーンになるだけなんで、なんかちょっとあんまり 6.5 インチのTFT ディスプレイと比べてなんかありがたみがなんか少ない気がしますね。なんか、うん、ここはなんか早めになんとかしてほしいですね。なんか
日本仕様でナビが使えない問題は。はい、ということで、今回、R1250RT2023 年モデルの試乗させていただきました。で、これもう間違いなくいいバイクで、すごく、乗りやすいし、見た目に対してすごく乗りやすくていいバイクだなと思いました。で、ただですね、こと自分っていうことに関してですよ、一般の人じゃなくて、こと自分っていうことに関して言ったら、このバイクのいいな、好きだなって思う部分が、今自分が乗ってる R1250R の好きな部分とほとんど重なっちゃってるので、ただ、パニアケースが、付く場所がある、フロントに大きなスクリーン、カウルがあるっていう理由だけで、わざわざ300何十万、それこそ乗り出し含めたらもう350万平気で軽く超えてくるような金額を出してまで乗り換えるかと言われたら、ちょっとうーんっていう感じですかね。これあくまで自分の、目線の場合です。自分が今もう R1250R 乗ってるっていう目線で見ると、わざわざちょっと乗り換えたいっていうところまではちょっと動機が、そこまでちょっと強いモチベーションは感じないかなっていう気はします。で、ただ R1250 シリーズ作りもいいですし、もうすごく乗りやすいので、まあツアラー、長距離のツアラーでパニアケースとかが必要な方で、このボクサツインに興味がある方には自信持ってお勧めできるバイクじゃないかなという気はします。ただ自分の場合には R1250R の軽快さ、まあ、ほぼ同じエンジンフレームでありながら、こういったフロントのカウルもないですし、スクリーンもないですし、後ろに標準のパニアもないんですけれど、ちょっとそっちの方の軽快さの方が心地よく感じる方がちょっと勝ってしまって、 R1250RT を選ぼうっていうちょっとモチベーションは少し少ないかなっていう気します。やっぱりこういうツアラー、超ロングツーリングが快適なバイクが欲しいってなった時には、 R1250RT じゃなくて K1600 の方を選ぶかなっていう気がしますね、自分だったら。それはどっちが純粋にバイクとしていいというよりは、自分が今乗ってる R1250R から乗り換えるっていう気持ちにさせてもらえる、全然違いがない、違いが少ないっていうバイクだと、やっぱりちょっと乗り換えるっていう気持ちが出てこないので、どうせ乗り換えるんであれば、もうここまで大柄なマシンに乗り換えるっていうことなんであれば、もうサスペンションからエンジンのスムーズさ、あとはエンジンの音含めて、高級車っていう雰囲気がもうムンムンに漂ってる K1600 の方が、もし乗り換えるんだったらそっちの方かなっていう気はしますね。まあ、もちろんそんなお金ないので、すぐ乗り換えるとかっていうことじゃないんですけど、まあお金のことを無視して乗り換えるっていうことを考えたら K1600 かなっていう気はしますね。で、多分乗り出しの価格で言ったらどうなんでしょうね、多分本体の価格っていうだけで言ったらば、 R1250RT と K1600GT って確か2、30万しか変わらないんですよね。まあ、2、30万違うだろうって言われたらそれまでなんですけど、その300何十万っていう価格帯のバイクでの2、30万の違いだったら、まあ K1600 の方がやっぱりいいなっていう気はしますね。はい、まあ、ただくれぐれも何度も言いますけど、これは自分が今 R1250R 乗ってるので、わざわざ300何十万も出してこの RT に乗り換えるっていう気持ちはなかなか出てこないかなっていうだけの話で、R1250 シリーズに興味があって、ツーリングに適したバイクを探してらっしゃるという方には、すごくお勧めできるバイクじゃないかなと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。3週間ぐらい前にですね、K1600GT 試乗させていただいて、今日 R1250RT 試乗させていただいて、まあ、いわゆる BMW が誇る、2つの大きなツアラーモデルに乗らせていただいて、すごく両方とも、
いいバイクですし、お値段も高いというバイクでした。でただやっぱり随分色合いというか、違うなと思いましたね。バイクがやっぱりもともと K と R って違うので当たり前っちゃ当たり前なんですけど、見た目は似てるけど全然違いますね。 K1600GT とこの R1250RT っていうのは。はい、ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回機会があれば別の動画も見てやってください。さよなら。